ベネラ14号は、金星を探索したソビエト連邦のベネラ計画の探査機である。ベネラ14号は、ベネラ13号と全く同じ構造である。ベネラ13号は1981年10月30日6時4分00秒に打ち上げられ、ベネラ14号は、同年11月4日5時31分に打ち上げられた。 両機の軌道上間質量は7 6 0ラムであった。それぞれのミッションは、巡航弾とランダーで構成された。近世までの飛行の巡航弾では、衛星バスは金防止をフライバイして、ランダーからのデータを中継し、その後太陽周回軌道に入る。ガンマ線分光計、紫外線端子機構分光計、電子および光子分光計、ガンマ線バースト検出機、 太陽風プラズマ検出器に周波数通信装置を備え、観測を行った。ランダーは加圧された密閉容器で内部に観測機器や電子装置のほとんどを含み、環状の着陸プラットフォームの上に乗せられ、上部にはアンテナが設置された。設計は以前のベネラ9号からベネラ12号のランダーと似たものであった。科学的性質、同位体の測定、 産卵日光のスペクトルのモニター、降下中の放電の記録等を行う機器を持っていた。また、カメラシステム、X 線蛍光分光系、スクリュードリル、地表のサンプラー、透過時計、地震系等も搭載された。ランダーに搭載された実験機器は次の通りである。打ち上げ後4ヶ月の飛行を経て、ランダーがバスから分離し、 1982年3月5日に、近世の大気に入った。大気圏突入後、高度約 50km で、パラシュートが展開し、単純な空力ブレーキシステムで減速して地上に降りた。ベネラ14号は、ベネラ13号の着陸地点から南西に約 950km 離れた、平米地域と呼ばれる、玄武岩平原の東側近く、 何13.25度統計310度の地点に着陸した。ランダーはカメラで地表の写真を撮影し、バネのついた腕で土壌の圧縮率を測定を開始した。推奨性のカメラの窓はレンズキャップで覆われており、着陸後に外されたが、ランダーのすぐそばに落ち、結局レンズキャップの圧縮率を測定することとなってしまった。土壌サンプルの蘇生は、 X 線傾向分光計によって測定され、それ愛と出現部眼に似ていることが示された。ランダーの寿命は32分間という計画であったが、気温摂取465度気圧9.5パという環境で57分間稼働した。その間、軌道上のバスを使って電装が維持された。ありがとうございます。